今回はこちらのゲーム、クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンやっていきますと。で、まあ完全初見です。完全に初見です。これどうやらね、あの PSP で2007年ですかねに出てたゲームみたいなんですけど、なんかね、記憶はなんかあるようなないような。やっていきましょう。日本語でこれね、ちょっとノーマルでいいっすか。通常でいいです。あ、もうこれでいいです。あ、はい、大丈夫です。ちょっとね、ハードだとね、もう途中で動画出せなくなる可能性があるからね。あ、ファイナルファンタジーね。これどれぐらいかかるんですかね、全クリまで。結構ね、自分 RPG やるとそのかなり寄り道しちゃうんですよね。だからね、その全クリまで動画撮れる自信がないっていうね、最初から。まあまあ、でもせっかくね、ちょっと買ったんでやっていこうかなと。あ、ファイナルファンタジー7好きなんですね。7いいっすよね。うわ、やり込んだな。ただもうね、記憶がだいぶ古いんで、だいぶ忘れてます。列車は宇田家に占拠されている。速やかに排除し、かっこよくなったな、本当に。了解。始めじゃねえ。これザックスでしょ。こんなキャラでしたっけ。ザックス、こんなノリでした。ちょっとあんまり覚えてないんです。ザックス、集中。この列車に死んだの兵士は乗っていない。分かるな。ジャンプ力やな。ソルジャークラスセカンド、ザックス参なんかファイナルファンタジー7みたいですね、本当に。さあ、どんな感じだ。こちらザックス。ザックス、順調か。アンジール、どうなってるんだ。シンガの兵士が敵だなんて。奴らは偽装したウータイ兵だ。さあ、
次は上の広場へ向かえ。八番街の方だね。八番街ね。なあ、それにはまず駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよな。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。Activating combat mode。なるほど。ちょっと、まあ、やりながらっていう感じですか。これは一応ガード。あ、なるほど、マテリアを使えると。1、三角で、いや、覚えること多くないですか、これ。覚えること多いな。あ、なるほど、ファイヤー。お、ファイヤー。あ、そういうことか。あ、サンダーもある。これでブリーザーが。これは、ああ、回転蹴りみたいな。回転切りみたいな。これで何かあった。え、ちょ、どこ。コンフリクトリゾルブ。おっしゃトロフィーを獲得したみたいですね。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。いや、結構操作覚えるんが大変っすね。了解。なんかアクション RPG みたいな感じですか。あ、絵柄を揃えたらリミットブレイクが、なるほど、できると。あ、なるほどなるほど。え、あ、はいはいはい。ちょっと、マジか。ちょっと待って。あ、ファイナル来た。ファイナル来た。待って、あ、アイテムを使用すると、あ、違う。あ、そういうこと。あ、そういうことね。あ、そういうことね。はいはい。焦りすぎてエーテル使っちゃった。ガードこれだっけ。そうか、危ない危ない。あ、なるほど。ああ、絵柄によってちょっと効果がいろいろ、もう全然覚えれん。全然覚えれん。ロッタス、ああ、そういう、あ、レベルアップするんだ。へえ。へーって感じ。サンダー使わせて。あ、サンダー使う暇がない。やばいやばい。サンダー使う暇がない。よしよしよし。よしよし。ちょ。
めっちゃご利用してくるやん。ファイバー、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 ファイバー。あそっか。いいね。ちょっと待って。あ、やばいやばい。HP がやばい。HP がやばい。HP がやばいわ。ちょっとポーション使う。あっめっちゃ暴れるやん。暴れるやん。強くないっすか、こいつ。強くないっすか。まだ HP 全然削ってないんやけど。リミットブレイク出てくれんかな。三角ね。はいはい。行くぜ、とっておき。本気を出せ。これならどうだ。切る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 。あ、終わんないよ。終わんないよ。あ、でも HP やばいわ。ちょっとポーション。これ結構ポーションいるな。あ、よかった。あぶね。これハードでやってたら絶対クリアできんわ。絶対クリアできんわ、これ。いや、まあ面白いけどね。面白いけど。ちょ、よっしゃ、ブリーザーガーで決めた。敵に後ろを見せるとは。よほどの自信かか愚か者。いやいや、今戦ってましたやん。どうして。おお、セフィロス。しかもちょっと若い。ちょっと若いぞ。そう、俺も英雄になるんだ。終わりだ。やっぱ強えな、セフィロス。バカな。こんな状況よ。こんな状況よ、これ。さすがアンジール。訓練中止。なんで。マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。なるほど、シミュレーションだったと。ザッツ、夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。あ、なんかそういう感じなんよね、うん、いやー、先が、セーブします、セーブします。セーブします。よしよしよし。
ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。干されんの早くないっすか。留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。ああ、なるほど。ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。ラザード、よろしく。すごいインパクトやな。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス。ジェネシス。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。いやー、知らんと思うけど、やっぱり我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。やばくないっすか。アンジール大好きだ。アンジール、俺に恥をかかせるなよ。ファーストに準備が整い推薦されるってさ、相当やばい任務じゃねえの。準備ね。準備しましょう。ルーターに到着後はそのまま作戦に入る。はい。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教え。はい。ようザックス、何でも教えてやるから。まず何はなくとも戦闘だよな。まあ、さっきやったよね。トレーニングでわかっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。あ、なるほど。フィールド上で R でメールを、直接開くことができると。で、また操作方法とかおすすめ情報などもメールで確認できますっていう感じですか。メール読んだか。どうやって読むんですか。あ、R1 ね。はいはいはい。R1 ね。あ、来てますね。操作方法、なるほど。あ、ポーションをマップ上でも使用できると。ただね、全然頭に入りません。全然頭に入りません。え、何なるほど。マーク、オレンジになると。ステータスはまあまあ、だいたいわかるけど、だいたいわかるっすけどね。あ、セーブポイントでは全開するという感じですね。なるほどな。これ長いな。これね、動画撮ってなかったらね、じっくり読むんですけどね。今動画撮ってるからな。おっと、ショップがあるぞ。あ、これ絶対買うでしょ。8個ぐらい。
8個ぐらいかと。OKOK。ポーションね。ポーション10個ぐらい買っとったら、なんか装備できんかな。なるほど。星の数でなんかレベルが決まるみたいな。え、でも装備っていうかこっちがマテリアでしょ。あ、そういうことか。ケアルが。ファイヤー。あ、ファイヤーでブリザードで、ケアルで回転攻撃ね。リミット技が確認できると。なるほど。メール読んだか？はい、読みました。どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そうっすね。そんなことないって。そんなことあるでしょ。必要な時に。それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。なんかマテリア変わってたもんね。強力なマテリアは自分で手に入れる。あとミッションも重要だぞ。ミッションもあるんだ。シンラカンパニーが提供する市民さ、ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を。あ、なるほど。ミッションボードでミッションを受けれると。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるか。それはちょっとね。サブイベントがあってで、メインもあると。ほら、このミッションなんかえらい走るの早いな、なんか感覚的に。これか。せっかく登録したんだから腕。あ、そうだね。セーブポイントはあっちだ。あ、戦いや何かで不安なことがある。セーブポイントはいるっすね。セーブポイント全力でいるっすね。なるほどね。セーブポイントでもミッション受けれるんだ。で、どこ、どうしたらいい？オッケー。セーブしました。さあ、どうしたらいいの。あ、そっか、セーブポイントでミッション受けろってこと。これしかないよね、シンラカンパニがエリクサってことかな。お疲れさん。ミッション楽勝すぎてあくびが出るぜ。舞台での活躍。おとだ。なんすか。地球ポットの説明がまだだよな。地球ポット、なんですか。この中には何かと役に立つソルジャーへの
せっかくの支給品だから。さーて。あ、ブロンズアングルね、懐かしいな。よし、出撃の最後に。今お前の系ラザード統括のありがたいお話やこまめにチェック、それに仲良くなったやつから。よし、女の子からの、絶対来そうや。大体そんなとこだ。そろそろアンジェルと一緒なんだろ。ああ、そう、まあこういうことっすよね。メールが来てると。祝メール開通。あ、カンセルさんね。はいはい。あー、なるほど。7年後には市街地も完成予定になってますと。へー、地上から300メートル空中に浮かぶ都市らしいですよ。浮かんでるらしいからね。はい。さ、今ねちょっと HP が上がったんで回復して、もう一回セーブしよう。セーブは大事と。よし、これでウータイに出発する時間だ。あ、準備 OK っす。私も現場に同行する。あ、ちょっと待って、期待しているよ。ほんま準備 OK かな。もうちょっとなんか見た方が良かったかな。ファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにない、いい夢だ。どっちやねん。もしもし。どっちよ。叶いそうにない、いい夢だって、どっちよ、ほんとに。ここをまっすぐ行けば、タンブリン砦だ。急ぐぞ。B 隊は作戦に行って待機している。この二人、何者だ。いや、お前が何者よ。俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。もうね、回転攻撃がいいっすね、本当に。あ、ちょ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 、やっぱこう、つなげ、なんか、こう、戦うとかでつなげて回転攻撃につなげるみたいな。コンプリートリゾルト。おっしゃー。何気にポーションゲットしてるのがいいですね。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。バカリンゴ。なんだよそれ。いや知らんすね。なんと、バカリンゴを知らないとは。いや知らんでしょ。これじゃファースト昇進は無理だな。いやいやいや、なんすかそれ。教えてくれよ。待て。なんだよバカリンゴって。バカ、ちょっと待って、これこっちでいいんですよ。アクティベイティングコンバットモード。あー、そういう感じ。敵出てくるときって、そういうことね。戦う、全然戦う。そういうの全然戦うから。おしまい。やだ。コンプリートリゾルト。おっしゃー。敵っていきなり出てくるんやね。アクティベイティングコンバットモード。エンカウントするな。コンプリートリゾルト。
ああ、なるほど。アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称、バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。へえ、それは知らんわ。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれ。まあ、ほんまそれね。ほんまそれ。誇りというのは厄介なものだ。いやいや、どっちよ。でファースト昇進とどういう関係が。知っておいて損はない。おう、どういうこと、どういうこと。関係ないんだな。自分の話かい。笑い事じゃないぞ。自分の話でしょ。っていうっていう小話を挟んでいく。なんかありますけど、なんですかこれ。ソルジャーの皆さん、日々任務ご苦労様です。ソルジャーの責務とは。あ、ラザードからね。あ、なるほど。戦争を早期に終わるように、終結するように、まあ、全力尽くせよと。なるほど。そういうメール送ってくる。そういうメール送ってくる。ああ、ここセーブポイント。ああ、ミッションあるかな。ミッション、あ、ないわ。さすがにないわ。ちょっとセーブしまーす。いやー、もうセーブが最高っす。セーブ最高っす。ああ、なるほど。フィールドが変わるんか。エリアが変わるってことか。セーブがあったってことは、そういうことか。間もなくB隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、なるほど。俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して。で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。こんなキャラなんですか、ザックスって。まだかよ、B隊。クラウドとえらい違うな。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、かける、すり減る。何のための剣。もったいない。マジで言ってんの。ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。あ、合図が来ました。合図が来ましたよ。作戦開始。とにかく暴れたらいいんですね。ああ、なるほど。へえ、感情が高まったらリーチ目が変わってくると。まあ、変わってくるっていうか確率がアップするみたいな。ああ、なるほどね。ここを通すわけにはいかない。敵は一人だ。援軍で迎え撃つぞ。アクティベイティングコンバットモード。あ、なるほど。自動、まあ、基本自動でできると。はいはいはい、 OK した。そうでしょ、そうでしょ。
回転攻撃はいいっすね。大体囲まれるからね、攻撃。大体囲まれるからね。ああ、魔法打つ暇が、なかなかないかもしれない。なんか、次から次増えてきません？あ、出て、湧いてくるやん。よし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 。わあ、そこではそうじゃない。そこではそうじゃないよ。まあまあ、なんか、面白いけどね。なるほど、なるほど。いろいろ使いたくなる。まず操作にね、ちょっと慣れながら、ちょっとやらないと。一応ガードもこうやってできる。ちょっと余裕こいと場合じゃない。よし、決まったでしょ。どう？まだおる？どうどうどう？いいんじゃない？ああ、そういうことか。なるほど。魔法で倒したらいいんでしょ、こうやって。違うの。こういうことでしょ。あ、やっぱりね。そうかなと思ったんです。これ魔法セットしてなかったら終わっとんじゃん。飛び道具も必要ですよ。本当に。めちゃめちゃおるな。あれもこれ、ほんとファイナルファンタジーやってるって感じじゃないな。すごい不思議な感じ。あーまあまあ、ファイナルファンタジーはファイナルファンタジーだけど。潜入できたわ。はいはいはい。楽勝。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れて舞台兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。アッシュができると。なるほどなるほど。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。いきなりも、はい。あ、なるほど。弱点を切ったらもうめっちゃ逃げるやん。逃げとっていいやん。でもブリザードとか、あ、そうやね。コンプリートリゾルブ。オッケーオッケー。ちょっと空箱は気になってさっきから仕方がない。ソーマ。あ、そういうことか。これなんかキャッパーとかおるんじゃね。なんか、どうしたらいいこれ。あ、そういうこと。いたぞ、あそこだ。アクティベイティングコンバットモード。あ、あ、そうか、もう、あ、アクションポイントがもう、そうか、全然見てなかった。全然見てなかったな。全然見てなかったです。アクティベイティングコンバットモード。あったあった。
あ、マジックポイントももうやばい、ないな。じゃない。あー、そういうこと。あ、でももう。はい、ついたか。ちょっと戦ってるとどっちがどっちかわからんくなったみたいな。こっちはこれね。はい。入ってないんかい。そんな気がしたわ。こういうのはね、もう出し惜しみしてもしゃあないんで、ガンガンインピートアクションポイント使っていくと、もう、どこがどこか全然わからなくなる。ああ、そういうことか。こっちから来たってこと？じゃあ、こっちに行かなあかんのか。そういうことでしょ？違うの？あ、そういうことっすね。アクティベイトコンバット。これ、ポーション使うか。おしまい。コンプリートリゾルブ。おっしゃこっちじゃない、こっち。いたぞ、あそこだ。ほほほ、結構食らうな。ファーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいか、ザックス。ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。わかった、ならば応援してやる。ああ、なるほど。あ、今のは演出やったってことか。おしまい。コンプリートリゾルブ。おっしゃー。なんかあるっすよ。あ、やっぱなんかあった。あ、ハイポーション。あ、こっちにも宝箱が。ああ、もう邪魔してくるな。あ、ケアルがレベルアップしました。エーテル。あ、こっちじゃないのね。こっちか。こっちじゃなくて、さっきこっち来たから、こっちかな？こっちっすよね。なんとしてもここで来るぞ！迷うな、これ。ここで終わりだ！もうじき援軍が来る！逃げられんぞ！いや、突撃するでしょ。兵長、突入してきます。ヒルムラ、こっちも突撃だ。貴様ら。あれ、逃げちゃったんや。アクティベイトコンバットモード。
Conflict resolved. Osha! ブータイに栄光あれ。どうかな。あれ？ここ？あ、そうか。なんか、違うな。なんか。出てくるじゃん。あ、フリーザー、お前避けんなよ。お前 MP 少ないのにさ、避けんなよ。マジか、避けたりするんだ。びっくりするわ。避けちゃあかんって。それザックス、ご苦労だったね。砦内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに大したものだ。いや、それより宝箱が、そのまま先に進んでくれ。そこの宝箱はすっごい気になる。分かった分かった分かったから、宝箱取らせてください。あ、エーテルね。いいよ、エーテル。いいよ、こんな集めていかない。中庭に入っていくと、だいたいこんなんボス前にセーブポイントあるでしょ。そこで全開よ。じゃなかったらちょっとビビるけど。あそこが砦の中央部。セーブしてます。セーブしてます。どうなってますかこれ。これどうなってますか。どうなってますかこれ。こっちから。おお、びっくりした。出てくるんかい。コンコンコンすんのかい。よしよしよし。そろそろセーブポイントがあるんじゃないかっていうね。あ、宝箱ある。うわ、うん、結構、あ、100ぐらい削られる。だからですね。あ、ハイポーション。あ、メールが来ました、メールが。緊迫した情勢が続いてると、まあ今の状況をなんか書いてくれてる感じっすね。いや、そんな分かってるっちゅうねそんな分かってるっちゅうね。そう、セーブポイントでしょ。ほらほら来た。さあ、これでもう全開でしょ。これを待ってたのよ。ミッションさすがにないよね。これでちょっと待ってねと。あー、宝箱。たまらんっすね、宝箱。こっちにもあるでしょ。いやいや、この辺ゲットしとこう。よしよし。あ、イヤリング。イヤリング？装備できるんじゃ、イヤリングって装備できんの？お、魔力が上がるじゃん。いいじゃん。オッケー。上出来。もう一回セーブしよう。セーブ。よしよし。これなんすかね。ちょっと待って、これなんすかね。これちょっと、あ、これやばいやつ。なんだこれ。それな。これは我らウータイの守り神
水神リバイアさんだ。おお。我々はウータイ特殊部隊炎月里。水神を祭り、ウータイの敵を撃つ者、神羅のソルジャーよ。聞こう。この信仰の目的は、暮らしと引き換えに我々は生まれ育った故郷を失うことになる。その痛みや悲しみがなぜわからない。重ねて聞きたい。貴様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔光エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える。そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。アクティベイティングコンバットモード。さあ行きましょうか。いやー、やっぱ全開してますからね。もう最高っすよ。もう使いたい放題よ。かわして、かわされてくる。かわされてくる。よしよし。ああ、ダッシュ切りみたいな。ちょっと離れた位置から戦うで、ダッシュ切りみたいな。ああ、避けられてくる。おっしゃ。なぜ殺さない。さあ、なんとなく我らは命ある限り神羅を憎み続けるぞ。さあ殺せ。もういいって。まあまあ、HP 回復してきますよね、と。これで、これで先に進める感じか。人より修行は苦手。二つ、ふるさとウータイ守るため。三つ、醜い神羅のソルジャー。成敗してくれよ。なんだお前。ウータイ最強の戦士。こっから先は私が行かせないよ。私が行かせないよ。こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。参ったな。ガキと戦えって言われても。シュシュシュ。どうだ、参ったか。シュシュシュ。うわー、いってー、やられたー。なんかこういうのあったよな。これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。なんかユフィー感半端ないな。もうこの頃からもうユフィー感出てるん。元気のいい子だね。すごいな。仕事仕事。シュ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 言うてます。ちょっと、こっちでいいんかな。闘技場ですか。今のでもう全部吹っ飛んだ。いやー、なんかやばそうな空気がすげえするんだけど、気のせい。あー、なんか出た。しかも2体おるんかい。何すっけ。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。あ、なるほど。あ、必殺技を打ってくると。なるほど。
ちょっとやばい。いやー食らうなー、もう300食らってますから。我慢開始。まあでもポーション使わせて。あーしまった、遠い。MP0 よ。はいよ、打ちたい放題じゃない。ああやばい、なんかやばい。あー危ない。ちょ、ガード。いや、まあ、優しいね、まだね。多分優しいわ、最初やから。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ、急いで離脱しろ。フラグにしか聞こえへん。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括見てるか。急げ俺。そうですよね、なんか2体おったもん、ね、急いでるんだって。面白いな、このゲーム面白いな。ダックス、ダックス油断しすぎよ、それは油断しすぎっすよ。また一つ貸しだ。ピンチに現れるピッコロさんみたいな。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその件欠けちゃったりしたんじゃないの。剣よりもお前の方が大切だ。出た。ほんの少しな。出た、男前やな、ほんま。サンキュー。ちょっとしんみりみたいな。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。そうっすよね、どう見ても現場に出てくる感じじゃないっすよね。なくてもいいだろうに。どう見てもね。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。足引っ張らんとってよって感じ、ほんまに。タンブリン取りで攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、敵正体を引きつけアンジールのサポートとしてよくやってくれた。セカンドとして申し分のない働きだった。ザックス、ファーストとセカンドの違いはわかるか。何やろ。与えられた任務を超えた活躍が求められる。それがソルジャークラスファースト。なんか忘れるなよ。単独で任務がこなせるようになったらファーストみたいな感じなイメージがあったけど。なるほど。砲弾チョッキゲットしました。セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の。これってなんかさ、昨日で英雄に会えるのか。なんか評価でもらえるアイテム違うのかな。おお、なんだ。いきなりっすか。アクティベイティングコンバットモード。
あ、しまった。悪い癖が。しまった。はっ。じゃあな。いや、動き回るね、本当に。おっしゃー。ザッツ、来い。はーい、行きます。あ、さっきの敵。おー、囲まれてんじゃん。ザッツ、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。やばいな、統括。あ、やっぱ、ハザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。ほんまか。わかってるって。ほんますか。まあ、とりあえずセーブしますか。スロットって何分まで、あ、結構あるな。まあ、スロット7個ぐらい使いましょうか。じゃあ何これ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってもらっていいですか。なんか防弾チョッキもらったよ。防弾チョッキはね、もらった。あ、体力が上がる人。なるほど。あ、どうだこれ。どう ?HP10% と体力 30%。どうっすかね。ここは防弾チョッキにしときましょうか。で、よし、行きましょうか。アンジール、アンジール、これってウータイ兵じゃないよな。なんだなんだ、召喚獣。お、イフリート、イフリート。アクティベイティングコンバットモード、ブリザードでしょ。ブリザードめっちゃ食らうやん、めっちゃ食らうやん。ちょ待って、めっちゃダメージ食らってる、めっちゃダメージ食らってる。やばいやばい、やばい、めっちゃダメージ食らってるやん。やば、よしよしよし。ここはもうブルタとレンダーでしょ。あ、無理やった。これはやばいか。266。ちょっと HP 回復させて。おお、マジか。逃げるなら今のうち。本気を出せ。これならどうだ。さあ、リミット技で削ると。というかリミット技忘れてました、さっきまで。そういや、あったなみたいな。めっちゃ強いなこれ。かーかマジか。おー、強いわ。後悔すんなよ。
クソ技で削ってたのは厳しいかも。砲弾チョキに変えて正解ね。なんか逃げようや。ちょめっちゃくらっ、めっちゃくらっ。ゴリ押しよ、ゴリ押し。ちょっとそれは、ちょっと待ってください。それはちょっと待ってください。やべやべ、やべやべやべ、全然減らせん、全然減らされないじゃん。スキップで、めっちゃ食らった。420はやばいって。死ぬ死ぬ。うわ、こっからが本物だ。やってくれるな、さすがインフルート。うわ、めっちゃ強いじゃん。あ、違う。めっちゃ強いな。ポーションカットってよかった。ポーションカットってよかったっす。ポーションもう一回使います。ラストポーション、ラストポーション。アイポーションは使いたくないよ。ここはもう押し負けるな。これで決まり。本気を出せ。いやー、これ決まったでしょ。あぶね、びっくりするぐらい強いやん。いや、まだ行ってる。召喚獣やっぱ行ってるか。出たー。いや、なんかもうレベルが違うもん。そんなことされたらもうレベルが違うもん。今さっきの苦労何やったんよ。すげえ。ジェネシス脱走したソルジャークラスファースト。ほんまや、同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー、人間のコピー。アンジールはどこだ。ここで戦ってたはずなんだけど。こっちが聞いたんやけど。あいつも言ったか。あ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。あ、そういう展開。はい、ということでね、ちょっとキリがいいんでね、ちょっと一旦この辺にしとこうかなっていう感じですね。まあ、続きね、またちょっとやっていけたらいいなとは思ってるんですけど、まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さん、また。